も素晴らしいファッショナブルな、あの着るものっていうのは他の国にないんじゃないかっていうのがあって、私は自分のスタイルをこうやってあの今海外にも発信していきたい。この格好でカッポしてたんですけれども、あのなんかおしゃれに居住まいしてる人たちをレスペクトするんじゃないかなと思うんですよ。だからこの格好でいるとみんなすごいウェルカムな、すごく優しくて、あの気前よくこう話しかけてくれる。